ハーゲンベック動物園はドイツハンブルクの動物園である。所在地はシュテリンゲン地区で2007年に隣接して開園したハーゲンベック熱帯水族館ともども家族経営である。面積25ヘクタール、園内の歩道総延長は長さ6キロメートル長である。屋外に設けた多くの動物展示施設に加え、ハーゲンベック動物園には 世界中から集めた植物も比較的多く植栽されている。父カール・ハーゲンベックが動物ショーを創業した1863年以降、動物園開園後も場所を移して家族経営で続けてきた。当初、動物のそのハーゲンベックハンドルズ・メナジェリーを1866年6月にザンクト・パウリ地区スピール・ブーデンプラッツに設立し、その後、 ハンブルク市内で場所を移す。1907年5月7日には、コで同盟の二代目カール・ハーゲンベックが、郊外の現在の場所に、世界初の檻のない無作っぱなし用方式による動物園を開く。この動物園の歴代の住民で最も有名なのは17歳で、来園したメスの生物のアンティエで、2003年7月に27歳で、死亡するまで、長年、 北ドイツ放送の動物番組のマスコットだった。またこの動物園は北ドイツ放送の連続テレビ番組レオパードシーバー c o ーのロケ地であり、展示動物は出演もしている。現在の行政区画はハンブルク市アイムスビュッテル地区に属し通称ハーゲンベック。動物園へのアクセスにはバスと地下鉄 u 通を利用し、校舎駅は ヘイゲンベックスティアパーク停留所。父カール・ハーゲンベックが珍しい動物の収集を始めたのは1863年で、鮮魚賞として出入りするハンブルク港に荷上げされるものから選んだ。やがて動物の取引が1870年代には本業より活況を呈するようになる頃、ハーゲンベックはヨーロッパで指折りの珍獣賞として名を馳せる。 息子のハーゲンベックは1874年に動物を買い付けに世界を回る。ところがハーゲンベックは各地で集めた人々を使う人間動物園を構想し、サモア人やサーミを全く天然の人々として展示する計画を実行する。サーミの人々はテントや武器、ソリを並べた展示施設に数頭のトナカイと共に入れられた。 1909年12月13日の決心が押された絵葉書人間動物園を視察するドイツ皇帝、ビルヘルム2世、動物の祖のハーゲンベックをハンブルクに開園するのは1874年で人間の展示も続けた。1876年になるとヨーロッパ各地で動物の商談の場を兼ねた移動見本市を開き、ヌビア人を展示する。 またラブラドールに代理人を送り、ドイツ系のキリスト教宣教団がいたえ、ブロンの居住地からエスキモを連れてくるように依頼し、ハンブルクの自分の施設で展示した。当初は人気を集めた動物見本市だったが、やがて写真の普及によりハーゲンベックの展示と現実の違いが知られるようになるにつれ、だんだん廃れていく。とうとう、見本誌を終えても一頭も商談が成立せず、 多数の像を抱えたハーゲンベックはサーカスの興行を始める。また人間動物園の不人気を挽回するためより本物らしい演出を考えるようになり、やがてその技術は動物園の展示にも影響を与える。動物の祖のハーゲンベックは世界で初めて来園者と展示施設の間を鉄の檻ではなく掘りで仕切った。ライオン父カールを1887年に亡くした2代目。 カール・ハーゲンベックは1890年代に入るとパノラマ展示をはじめ特許を1896年に取得する。当初、北の風景と名付けた展示区画は前景に帰客類を北極海に見立てたプールに生打ちを入れた。来場者の四角に当たるプールの陰に堀を排して、手前の区画にトナカイを、さらにもう一本堀を設けて、奥に北極熊を排した。 堀が視界に入らないことから来場者の目には動物たちが一つながりの風景、つまりパノラマに収まって見えたのである。ハーゲンベックは1907年にハンブルク郊外に新しい施設を建設し、今日まで続く動物園を開く。名称は動物の祖のハーゲンベックからハーゲンベック動物園に改め、ドイツ語の綴りはティアパークホガンベックに変えてあった。 園内をすべて風景型展示にする計画であり、また当時の常識では、熱帯気候の動物は温度と湿度調整ができる展示施設に入れるため維持費がかかったが、そのような展示方法で来場者と隔絶する必要はないと証明しようと考え、ここでも現実の生態に近づける展示方法を試みた。サーカスを興行するハーゲンベックは動物の種ごとのジャンプ力を調べ、 高さと距離のおおよそのデータを把握し、堀を掘って空堀にしたり水を張るなど動物が飛び越えたり、渡ったりできない設備を作る。すると広々とした園内を眺めた時、まるで自然環境のように多くの動物が目に入る演出が完成した。それまでの動物園では実施されたことのない動物を種別に取り合わせる方法を始めたハーゲンベックは動物園の展示を改革した。 この方法は動物園の人気を高め、ハーゲンベックは1 9十一年に同じ様式でローマ動物園を設計する。1 9十三年にはハンブルクの施設に初の猿山の展示を人工の岩場と深さ十六フートの堀で作り、二百頭前後のマントヒヒを展示した。こうしてハーゲンベックは展示施設に動物の楽園と名付け、様々な動物が調和よく、 生存競争を排除して暮らすと説明した。1930年代の園内二代目ハーゲンベックが1913年に死去した後も動物園は来園者の人気を保つが、やがてヨーロッパの政治情勢の影響を受ける。第一次世界大戦で飼育係の多くが徴兵を受けた。また、民間の刺激場を軍が徴用したため、ハーゲンベック動物園の像やマが作具をつけられ、 石炭や焚き木の運搬に使われた。戦後は不況のため2年間扉を閉ざしている。さらに第二次世界大戦のハンブルク空襲で動物園も爆撃を受け戦後再建される。開園以来動園はハーゲンベック家が経営を続けている。1956年7月動物園からマントヒヒ45頭が脱走してハンブルクの街に逃げ込んだ。 民家の寝室や風呂場に侵入した猿に驚き、警察や消防署に通報が相次いだ。日用品を盗んで木に登ったり、他の猿に歯を剥いたり吠えたりする姿が見られ、動物園の発表によると、警官や消防士、動物園の飼育係や学生が25頭ほどを捕らえたという。園は1976年にメスのを購入し、 ハーゲンベックが姉の名を取り、アンティエと名付けて、飼育を始める。このイウチは、ネットワーク局北ドイツ放送のマスコットに採用され、2003年に、死亡すると白星が、ハンブルクの動物学系の博物館に展示される。火を置かず、アンティエをモデルに、イウチの登場するアニメ、アンティエ、チガート、バーが、子供番組で放送される。2013年、オスイッ メッサン島がモスクワの動物園から同園に迎えられた。ありがとうございます。